早朝、私はまたしてもこの町に足を運んでしまいました。自分のスロ好きぶりに我ながら呆れてしまいます。私にはあくまで郊外にねぐらが、楽園がちゃんとあるんです。だが私の楽園には、私が今一番打ちたい台がまたしても入っていなかった。サラリーマン金太郎が。よう朝一、今日は田舎出張しねえのか。今朝は何狙ってんすか。ふん、行っちゃいましたよ。ま、行き先はバレバレだがね。あの方向にはスロ屋が2軒しかない。一軒はこの町では有名なボッタ店 N。 奴がわざわざそこに行くはずはない。もう一軒はそのハス向かいの F 店。今日あそこでは AT 機のイベントをやっている。本日 AT 機前代設定変更完了。獣王サラリーマン金太郎。つまりこの俺の狙いと同じってことだ。そんじゃ久々に勝負行くか。災難だよなこの人も。たまに地元で打ってみれば王子さんと。 F 点。おお、やっぱ来やがった。何度も言うが、朝一の読みはこの私が上だ。この前みたいな集体は見せんぞ。前代設定変更というこのイベントだが、私の事前調査によると、実は同一設定に変更も含まれているのだ。うってな。そしてそれこそ私の狙い目。低設定でも構わん。とにかく同一設定の打ち替えなら 100% 高確率状態なのだ。天井もあるし、とりあえず金ちゃんは引きやすいのだ。ディールブルルン OK。 おっとラッキー、眉も上がっているぞ。冴えてるぞ。一発で掴んだ。こいつは間違いなく高確率状態。朝一の野郎、設定関係なしにリセット狙いに絞ってきやがった。だが俺はあくまで上げを取る。過去のこのイベントのデータという地の利をフル活用してな。ここ3日ほどこの店じゃ吹いてない金太郎を 2,3 台上げてくる。この辺りか。ここでアドリブが効かねえやつは勝てねえんじゃい。会いたい。そして3時間が過ぎた。いつの間にかここまで差がつきましたか。どうします。ちくしょう、ピックはよく弾けるってのに、まったく金ちゃんに入らねえ。入っても5回止まり。だがまだ負けたわけじゃねえ。見てろ、この昼からの追い上げでどうにでも。さあ、上がるとするか。わっ、勝ち逃げかてめえ。何を言うんだ、心外だな。朝一で乾杯で昼過ぎには上がり、そして豪華なビフテキを食す。ビール付きでね。これが私のスタイルだ。君も知ってるだろう。そうだ、金太郎でこんなに出した記念として写真もお願いしちゃおうかな。アフタヌーンはどうしようかな。あ、そうだ、向かいの店に確かクランキーコンテストがあったな。まったり打って帰るとしよう。しかし 3,4 時間ですごい爆発力っすね。6000枚以上あるっすよ。くそ、当たんねえな。やめっかな。さっきから刺されてばっかじゃん金太郎。下段にリプレイ成立で中断フラッシュ。この男全く気づいてないが、こいつは高確率状態じゃねえか。しかもこのバカはだいぶ前にピックを引いて、すでに低確率に転落したはず。つまり一旦転落してからの最小格、高確率 B と呼ばれるエクストラ状態。この状態で金ちゃんを引ければ11発以上が確定。しかし以降のリプレイ成立時2分の1であっさり降格しちまう。高確率 B 状態の平均継続ゲームは 14.5。 果たしてこの 14.5 ゲームの間に金ちゃんなど引けるのか。ハイエナしたとして、俺の選んだこの台を捨ててまで。なっち、これもまたアドリブか。えい、ママよって。おお、あ、動いた。
ハイエナスか引けや、ハズレでもシングルでもよ。あら、いきなり引いちゃったよ、左からのシングル。あ、お菓子さん、久しぶりっすこの台ね、今高確率 B なのね。マジっすか。続いてジャックアデ、順押しの選択率が多少高い。ガッ、ハサミ打ち。おお、当てた。当選してろよ。おら、引いちゃったよこの人。すげえ、これで11連発かよ。これはどうやらさすがに終わったみたい。いつまで続くんだ。朝一は向かいのぼった店行くって言ってたな。無理やりにでも連れ戻してこの結果を拝ましてやる。帰ろ。こら、朝一どこだ。あば、どうしたんすか、いないんすか朝一さん。そうかい、そうかい、いいだろう。ああ、こいつは。そう、前回のボッタ店でもトップを取っていた男だ。相変わらずこの枚数でこのポーズかよ。しかも今度は判決だ。帰るぞ。え、朝一さんはいいんすか。あんなデブもういい。確かに今まで有料店しか眼中になかった。まさかボッタ店の世界であんな奴が幅を利かせていたとは。明日からボッタ店をしらみつぶしに探る。いいな。いいなって、俺も行くんすか。ボッタ店のみいくらかかんだよ。一撃帝王フレッシュマン歓迎フェア、入学金を取り戻せ。設定据え置き、上げ大量導入。いやー、春ですよね王子さん。見てくださいよ、初めてスロヤに来たみたいな若いのがいっぱいいますよ。新大学生かな。ったく、うぜえったらねえぜ。そういや銀淵くんどうなりましたかね。知るかボケ、まだストックしてんじゃねえのか浪人を。だいたいああいう若い下手くそが増えるとこっちが困るんだよ。でも今回はフレッシュマンフェアですし、邪魔なのはむしろ俺ら。アホが、この1週間ここの一撃帝王はずっともみ状態。大爆発がほとんどなかった。それでこのイベントなんだよ。かなりの台数上げてくるはず。狙わんでどうする。まあ何にしても王子さんが言ってたボッタ店巡りやんなくてよかったよ。すっかり忘れてるみたいだ。怖い人がいるね。こういうところってチンピラとか多いらしいよ。やだな。おら回転だ、どけどけガキども。ここでアドリブが効かねえやつは勝てねえんだよ。おら、あれ、一撃帝王ってのはどこだ。あった、ここよここ。128番台だったな俺。私130番台。またこの怖い人いる。ああ、あった、129番台。あー、取られてる。メモをよく見なよ、第二候補が書いてあるじゃん。早く早く。侮れんのかもなこのガキども。奴らの狙っているのは全て俺も候補として挙げていた台だ。マジっすか、とても上級者には見えません。ま、余計な心配か。台選び以外はまるで素人。この台を順押しとは笑わせる。一撃帝王は中押し、おは逆押しがベスト。これなら成立フラグが分かりやすい。普段は大抵こう止まる。だがこうなれば AT 突入のきっかけとなるチェリー、この場合2枚チェリー。こうなると1枚チェリーおは外れ。ちなみにリプレイは冗談になる。
成立フラグの全てを逆押しで見極め。ああ銀淵くんだ。よう銀淵、久しぶりだな。てめえ大学は。あら、相変わらずくれえな。あの調子じゃありゃストック上乗せ間違いなしだ。教えた通り打ってたかいみんな。部長、ハイエナはやらないんすか？まだ君たちには早いよ。まず一日打ってみよう。朝からね。お、部長、こんちゃーす。部長、僕の代って降格しちゃったんすか？見てくださいよ。なおい金部長、どういうこと？くせ、怖い。なんなんだこの集まりはよ、銀部長。また落ちこぼれ予備校生の友達か？知り合いっすか、この怖い人と。部長、平成東京国際商科大学日本校パチスロハイエナ研究サークル、アミン。大学受かったんだ。そんでサークル作ったんだ、銀部長くん。アミンって、日本校って。徒党を組んで俺に挑む気か、銀淵よ。上等上等、それじゃあ入学祝いだ。勝負してやるぜ。まとめてかかってこいや、これ。へえ、なんだよこの人。勝負ってなんすか部長。気にしなくていいよ。勝負すんのは大であって人じゃない。あの人バカなんだ。腰抜けが拍子抜けだぜ。クス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 。この手の AT 機はもはや技術などは必要ない。いい台さえ与えてやれば初心者だって十分いけるんだ。この3人のうち誰かしら引き強がいれば万枚近く出してもおかしくない。やったー、激チャンス。部長、確変です。クス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 。王子さんよ、素人に負けるんだ。しかもこの僕の部下にね。クスクス。なんかすっかり自信つけちゃいましたね、金淵くん。貫禄がついたっていうか。ま、五郎といえばもはや大学6年生と同じことだからな。それにしてもどうやらやっと銀淵も俺と同じフィールドに上がってきたようだな。お、降格から予告なし、ルーレットなしでこの目、潜伏か。銀淵よ、てめえが何企んでるか知らんがな。素人に俺が負けると思うか、こら。ちぃ、入っちまったか。ふん。きぃ、2ゲームきっちり増やしてる。今の見ました部長。今この人のドットにナイスって出てましたよ。部長、私帰っていいですか？ん？4月からいきなり授業サボるの嫌だし、せっかく一箱出てなくなっちゃうの怖いし。よし、君の代を僕が引き継いで打つから行っていいよ。よかった、ありがとうございます。はあ、そういうことか銀淵。てめえがアミンを立ち上げた真の理由、そいつらの代をハイエナするためだな、銀淵よ。どうもてめえ自身が打とうとしないのがおかしいと思ったんだ。一見パチスロをこよなく愛する集団に見えるが、真実はハイエナの共食い集団。うわー、共食い？共食い？何ですかそれ。ほくろ、説明してやれや。つまり最終的には君たちにハイエナさせて調子の良かった台をさらに銀淵くんがハイエナするというのが真の狙い。うわー、うるさいうるさい。僕らはあくまでパチスロ好きの憩いのサークル、アミンだ。何が憩いのサークルだ銀淵よ。てめえもなかなかの悪よな。おーっと、いいね、格変引いちまったぜ。格変っつってもテーブルなんだけどな。
おっとブリまで出ちまったぜ。違うんだ。さ、写真だ写真。ほら店員。ねえ部長、共食いって。うるさい、帰るぞ。当店写真のサービスは中止になりまして。なんだとこら。いや、あるお客様と写真のことで揉めまして。写真のことでどう揉めるんだ。おまさか揉めた客ってのは胸毛ボーボーのロン毛じゃねえだろうな。そうそう、それです、その人です。花々2500枚で写真飾れとかごね出しまして、もう大変で。ぼった店だけじゃなかったんだあの人。この俺より目立つ写真を貼るだけでなく、あまつさえ俺の楽しみである写真サービスそのものを奪うとは。許さんぞあの男。おいホクロ、これで撮れ、そこらに貼っとくぞ。ダメですよ、マイカメラでも。諦めてください。昨日俺すんげーセクシーな男撃ってんの見たぜ。とにかく超胸毛生えてんのよ。なんじゃそれ。でさ、写真飾る飾らないで店員と揉めてんだよ、1時間くらい。ああ、なんかそいつ俺も聞いたことあるぞ。すっかり噂の人ですね、あのショートガって男。くっ、少し前までこの町のスロッターどもの噂に上るのはこの俺のことだけだったはずなのによ。今どうだ、すっかり過去の人かよ。気にしない方がいいっすよ、人間いつか落ちぶれるもんですから。誰が落ちぶれたって。いえ、例え話っすよ、例え話。今日という今日は勝ってやるぜ、あのショートが言う男。ひどい。やつの人となりを分析するとこうだ。1、ナルシストで写真好き。2、しょぼい枚数のくせに尊大な態度の写真。3、一見ぼった点ばかりと思いきや神出鬼没。4、すぐに尻を出した写真を撮る。5、主に A タイプを好む。6、ロン毛。7、胸毛。以上の特徴から奴が次に現れそうな店を割り出すと。割り出すっつっても、1,2,4 は写真のことだし、6,7 は外見だし、一体どうやって。この店が怪しい。俺のアドリブ店選びがそう告げているのだよ。繁華街を少し裏に入ったこの K 店、めったに真相しないこの店にはサンダー、花火など古い A タイプが多く、写真サービスもある。やつがここに来ている可能性は極めて高いと言える。そしてこの K 店で一昨日真相したのが、ストック機とはいえ A タイプのバベル。さらにこのイベント、ボーナス回数ゾロ目フェア、ビッグ回数、レグ回数3,3,5,5,7,7,11,11、設定後に店員にお申し付けください。この店で一日うちこのバベルで万枚バカ出しし、俺の写真を飾る。これで奴をおびき寄せるのだ。回転。そんな狙いで一日中バベル打つ気すか。それ絶対ヤバいですって。うるせえ、てめえは定期的に島回って奴が来てるかチェックしろや。ストック機というものは得てしてただぶん回してストック放出を待つしかないのが通例だが、このバベル、こいつほど内部のシステムを知っていると知らないで差がつくストック機は他にない。でも結局ただぶん回すしかないんでしょうが。苦手なんすよストック機って。島唄でえらいやられたし。バベルには高確率モード、低確率モードというものがある。今の状態を回転数で察知し、また想像しながら打つのが楽しいんじゃねえか。そして A タイプならではの豊富なリーチ目、これもまた楽しい。リセットモーニングか、いきなり引いたぜ。これで広角に上がってくれりゃいいんだけどな。いたー。うやいっとだだだだ、ふざけんなバカ王子。ユリエ、てめえ何しに来てんだこれ。バ
アベル撃ちに来たんだよ。ここしか入ってねえんだからよ。紛らわしい髪型に変えやがって。帰れボケ。殺す。まあまあ、ちょっと訳がありまして。早く来い、現れろあの男、そして勝負しろ。151回転でビッグかよ。嬉しくないんすかね。ビッグっすよ。あそこでビッグ引くってことは、前回の当たりで定格のままだったってこと。合格なら145回転以内に来んのよね。お、サソリが続けざまに。頼むぜ、ビッグ5昇格しといてくれよ。よーし来た、ビッグ、バケ、バケ、完全に状態入ったぜこりゃよ。王子さんもいい感じになってきたことだし、ちょっくら芝回ってくるかな。俺も実物見てみたいしな、ショーって人。来てるといいんだけどな。うん、花火の島にポツンと一人、コインは箱半分、しょぼい枚数、あの背格好、ロンゲ、見つけた。こら、見つけたぞてめえ。バーベルで勝負だこれ。何か誰なんだこいつは。さあてめえ、ちゃんと確認してから来いやボケ。全くの別人じゃねえか。すんません。せっかくバベルが上り調子だってのに、莫大なタイムロスだぜ。ったくよ。俺のいねえ間に隣に座っているとは偶然とは思えんな。おい、分かってると思うが勝負してもらうぜショートやら。だがなんだこの匂いは。お菓子かよ。髪結ぶ紐忘れちゃったのねん。てめえらみんなして俺をおちょくってんのかこれ。偶然よバカ。しかし君、バベル1日打ち切るとか言って、はいそれダメね。やっぱハイエナよ、ハイエナでしょうストック機は。はい、僕なんかこの2日ハイエナ流すの繰り返し、これすでに3回やってんのねん。だから見て見て。はい、これギガの新作ウェイク、ほんのりフルーツ味、それがこんなにたくさん。それに王子くん、通常時サシシ狙ってないじゃん左リール。サシシはロマン、やっぱサシシよ、サシシ最高。サシシサシシうるせえぞ。俺はこの赤ナナビタでやってんだよ。余計なサソリが出てこない分、時間効率に優れてんだよ。黙ってろ。もう頭きた、周りは気にしねえ、とにかく万枚掴むことに集中だ。あら、60回転でバケ。49回転から80回転のバケは合格でしか出ないから、今ズバリこれ合格率ゾーンね。こりゃ夢の数珠連パターンっすよ。やりましたね。ちてぃ、打ち返ろうら。な、な、そうか、ゾロ目打ち返イベントか。でもまだやめた方がいいと思うけどね。せっかくレンチャンモードに入ったんだしね。6に打ち返る2ならまだしも5じゃね。500確率、BR 振り分け率、工程移行率は違うけど、ボーナス確率は全設定同一だし、RT ゲーム数の選択によっては、たとえ6でも十分死ねるのね、バベルって。やっぱここはレンチャン中だし、様子を見て、ゾロ目7か11を狙っていくべきでは。帰るっつったら帰る。あとな、俺は今日ハイエナするつもりは一切ねえからな。ハイエナでいかにうまく立ち回っても、せいぜい2000枚が関の山。万枚出すなら5を1日打つしかねえんだよボケ。おら店員はよこんか。明らかに定格ね、ハマったね。はいこれ打ち替えて失敗ね。こりゃ天井の1296ゲームまで行っちゃうね。ほえー、くぁー、来い来い来い、チベリー。ストック強制放出、吐け。今まで
溜め込んだフラグ、俺のために全て吐き出せや。閉店。結局来なかったのね、そのなんとかって人。それにしてもすげえレンちゃんでしたね、最後の5時間。そいつ来ねえんじゃ意味ねえじゃん。うおぉ、なに、なに、なに脱いでんの。ほら店員、10枚写真撮れ。はい、これわけわかんない。これだ、こんだけなるな写真貼っとけば奴の目に止まらざるを得ないな。よし、あとはお前ら残りの写真手分けして街中に貼ってこいや。バッカじゃねえの、嫌なこと。逃げろ。待てこら。なんだ、裸の男が出てきたぞ。道の区某市某温泉宿。ああ、気持ちや温泉。僕に感謝してくださいよ、おじさん。スロヤでくじ当てたの俺なんすから。それで誘うのが俺しかいないとは、友達いねえなお前。本当だよ。いい骨休みにはなったけどな、感謝してるぜ。それじゃあ、うちに行くか。あっ、のんびりしましょうよ、せっかく温泉来たんだから。っていうか、なんで浴衣のままなんすか。地方に来たら地方の裏打たんでどうする。下見だ下見。あるじゃねえか、良さげな店がよ。はあ、裏物っすか。あれ、なんか人だかりができてますよ。知るか、行くぞ。見ろや、ホクロ、この店のラインナップ。店の右半分と左半分でえらい違いだ。ああ。右半分は獣王、金太郎などのおなじみのメンツだが、左半分は仮ゆし、花々、ピンクブーなど。濃い、濃すぎだぜ左半分。はい、本番行きます。んユリエの突撃スロ対決。おお、今日のテーマは温泉を楽しんでパチスロも楽しんじゃおうということで、ゆりえはピー温泉郷に来ています。温泉に負けないくらいみんな熱く打ってます。ゆりえちゃんがいますよ。最近見ねえと思ったら地方で B 級タレントがお似合いだ。さあ、今日は誰にロックオンしちゃおうかな。ゆりえターゲット、ロックオン。なんで、なんでここに王子が。はい、オッケー。お、いいね、この浴衣の人、温泉の雰囲気バッチリじゃない。ゆりえちゃん、この人と対決いっちゃおう。なんなんだこの茶番は。お、あのね、あんたがなんでここにいるか知んないけど、私はね、今見ての通り番組の収録してんのよ。久々に地方ローカルだけど、いい旅玉気分って番組内でコーナーもらったの。邪魔しないでおとなしく私とスロット勝負してよね。楽しく打ってりゃそれでいいからね、わかった。デジタルカウボーイ打つのなら受けてやる。いいっすよ、じゃあゆりえちゃん、その台で行こう。やろう、裏物じゃねえかこれよ。はい、じゃあスタート。よーし、デジタルカウボーイで勝負ね、負けないんだから。おお、すげえ、王子さんとユリエちゃんがテレビ対決だ。拝ませてやるぜ、爆連2万枚この裏カウボーイでな。おい、裏カウボーイといえばリプレンバージョン、リプレイの連発が熱い。なんだこの人も熱いぞ。取っとけ取っとけ。オラオラオラ、起点ぜ3回目。そしてレバーオンで、オラ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 、爆連開始。この野郎、さっきおとなしくしろって言ったろうか。ユリエちゃん、カンペ見て、カンペ。
ひゃー、リーチ、お前はバカなのか。おじさん、俺リプ3連したけど稼りましたよ。うむ、どうやらリプレンというより高確率ゾーン時にリプレイ出現率が高くなるだけらしい。っていうか、なんでてめえまで参加してんだ、ほくろ。ほらほら、ゆりえちゃん、ハマってんならそれなりにリアクションとんないと。あ、ハマっちゃった。どうしよう、負けちゃうよ。いや、見ろやこのアホ、席移りゃいいだけなのによ。そうっすよね、裏ですしね。こんな野郎、よく見とけや、これが裏打つ時のハイエナだ。お、カメラ追え。理想は100前後だが、200回転まででやめてある台の中で選ぶ。おお、ここでアドリブが効かねえやつは勝てない。このままじゃやつの独壇場で収録が終わっちまう。せめて私も連チャン引かねえと。隣は181回転。よし、私も移動。こいつだ。おら来たぜ、リプ3連目。次暑いからちゃんとカメラ撮っとけよ。ちょっとじゃこら。お、ミスタローじゃねえか、私の本気な実力はよ。どうしたのユリエちゃん、お、落ち着いて。うるせえ、てめえはエコー買ってこい。エコー、やっと熱い勝負になってきたようだな。だが俺はもう2箱いってんぜ。だってるボケ、すぐ逆転してっからよ。いや、ユリエちゃん、ち、結局違法大扱ったっちゅうことでフィルムはボツ。私もクビだなこれ。くそ、すべてあいつらのせいだ。聞き捨てならんな、誰のことだそりゃ。うわぁ。同じ宿とは奇遇だったな。おい、ちなみにここの露店はすべて混浴だ。いつか、いつかしてやる。はい、どう、チャンネル登録といいねで